沖縄人民党とはアメリカ世政権下の沖縄に存在した左翼政党で現在の日本共産党沖縄県委員会の前身。なお1951年12月から53年12月までの期間における名称は琉球人民党となっていた。沖縄県には1945年の沖縄戦により米軍が進駐し、1952年発行の サンフランシスコ講和条約によって、米国が国連に信託統治の要求をするまでアメリカの統治下とされた。そうした状況のも1947年7月20日、石川市太陽諸島学校において、ケンジ・サイチ、セナガ・カメジロウ、紫高・コウカ、チミヤギ・らが沖縄人民党を結成した。沖縄人民党の背後には、非合法、 非公然の日本共産党琉球地方委員会があった。信託統治に反対し、労働者を組織化指ストを行う東京高な反米運動を主導したために、しばしば激しい弾圧と監視を受けた。米国民政府は人民党が天海共産党委員会を通じて、日本共産党中央の指導下にある組織であると問題視し、非合法化を画策した。 1954年には、初期長の瀬永ら幹部二人と、党員28人が逮捕される、人民党事件が起こった。1956年4月に釈放された瀬永は、同年12月に行われた那覇市長選挙で当選したが、その地位を1年余りで追放されている。沖縄社会体集党とは、比較的、近く、しばしば共闘関係を結んだ。 1968年の琉球政府主席選挙では、やら長病を支持して、当選に貢献した。1970年の国政参加選挙では、瀬永が衆議院で当選した。沖縄返還時点では、やら長病知事の与党であったが、1973年10月31日の第18回党大会で、日本共産党への組織的合流を決議、共産党に合流。 日本共産党沖縄県委員会となった。合流時の委員長であった瀬永は共産党幹部会副委員長となり、初期長で弁護士の古方さねよしは瀬永の地盤を引き継ぎ1990年から共産党の衆院議員を務めた。共産党沖縄県委員長は党中央の幹部会委員を併任するのが慣例となっている。日本共産党には50年党員、 永年党員という長期党員であったものを表彰する制度があるが、設立の経緯から沖縄人民党の党員であった機関も投資で計算することとされている。人民党は当初準機関士として人民文化を発行していたが、1950年の軍党知事選挙及び議会選挙前に発行停止の処分を受けた。その後、機関士、 人民の発行許可を行政主席に対して言ったが、琉球列島前国民政府により何度も不許可処分を受けた。しかし裁判を経て1962年1月12日に正式に許可され、同月23日に総刊号をタブロイド版4ページ立てで発行した。当初、人民の印刷は民間の印刷所で行っていたが、人民を印刷した印刷所には、 琉球民政府による圧力がかかり、印刷を引き受ける印刷所がなくなったことから、機関紙の印刷所を独自に建設することを、第13回党大会で決定。18日後の10月15日に人民印刷所を完成させ、以降同社にて人民の印刷を行った。ありがとうございます。